フリーランスの美容師をしております小畑元志と申します。渋谷でフリーランスで美容師してます山本光大です。スタイリストの瀬川優と申します。街を見ててあすごい素敵だなと思うスタイルがやっぱレイヤーの入ってるスタイルだなってのは昔からずっと自分でも思ってて、だったらこれを着れるような美容師になりたいなって思ったのがきっかけですね。軽くて動いてるヘアというかがそもそもすごい好きで、まあ、巻いた時だったり巻かなくてもそうなんですけどっていうのを考えてた時にまあ、そもそもレイヤー入ってる方がいいなって思った。で僕だと正直今のウルフって2回目なんですね、ブームとしては。で昔15年から20年弱前ぐらいに流行ってた頃のウルフとはまたちょっと違うんですけども、まあ、時代って巡るじゃないですか。なんでファッションもそうですしヘアもそうですし、こう帰ってくるようなものでもあるんで、それがまたこうお帰りっていう感じなんですよね。気にしてるというかこだわってる部分はまあこれお客様に言っても正直あんま伝わんないんですけど、やっぱなんだろう、ディスコネを使わないというか全てつなげてるんですよ。なんかこう短い部分から長い部分までハイレイヤーからローレイヤーまでなんかこうつながってどこから引き出しても角がないというか、なんかそれをすごいこだわってて、まあ巻きやすさだったりとか、まあ、カットの持ちだったりっていうのを、まあ、少しでも良くなってお客さんにあいいなって思ってもらえればいいかなと思って、顔周りの短いところから襟足の一番長いところまで全てつなげるようにはしてます。全く逆で綺麗につながないというか綺麗にしすぎないのを割とこだわってて、顔周りは顔周りだけで切ったりとか、あと、まあ、バックもトップとアンダーミドルは全くつながってなかったりとか、変えたいけど怖いみたいなのはやっぱりどうしても、まあ、ウルフっていう名前結構言ったら強いので、まあ、ストリートになりすぎないとかモードになりすぎない、でもナチュラルもすぎないっていうちょっと変なバランスは意識してます。バックスタイルのバランスっていうのを重視してて、僕やっぱり乗せてるヘアスタイルもそうなんですけど、後ろから撮ってるアングルが多いんで、そのくびれ感とか、まあ、後頭部の丸みとかそういったところが綺麗に出るような切り方っていうのを意識して切ってます。めっちゃ綺麗だな、ちゃんとしたちゃんと切ってんだなと思いますそれこそ切りっぱなしの時代だった、はいはい、それこそ僕世代ぐらいの26、7ぐらいの人たちは結構切りっぱめちゃくちゃ切ってるんですけど、やっぱレイヤー切る人ってあんまいない。そうですね、確かにいいですよね。そこに慣れてないと割となんか難しいっていう感じの多いですよね。あとこれ思うあるあるなんですけど、はい、僕めっちゃ思うのがウルフが一番切るの大変なんじゃないですか。めちゃめちゃ思います。めちゃめちゃ思います。ショートの美容師さんとかより絶対難しい。本当にこれ言っていいのかですけど時間かかります。全然かかります。はい、マジで工程がめっちゃ多い。これ言ったら語弊あるかもしれないですけど、切りっぱなし言ってる人羨ましい。そうですね。本当なんかボブとかショートってそんなにレイヤー入れなかったりするけど。そうですね。こう減らす量とかも絶対ウルフの方が大変だ。全然多いですね。ガンガンウルフ切ってる人のセット目周りが一番汚いです。すごいですね。毛まみです。髪質によってやっぱできるできない結構あるから、あそうですね。はいはい。そうですね。やっぱ癖で広がる人がやりたいです。はいはい、いやー広がるよーって言ったりとか。いや一回やってみようって言います。で無理したらストレートかけようって言います。そうなんかスタイリングありきで切る事はありますね。スタイルチェンジ難くないですか。あそうですね、はい、確かにボブっつっても揃ってないし、そうですね、時間結構レイヤーが入ってるんで、はい、さっきおっしゃってたように顔周り長めだったら多分ある程度いけるんですけど、うんすね、やっぱ僕のお客様とか大体ここ短くて、あとはウルフしか切れないと思われてる。それ本当悲しいですよね。なんかボブできてあれ切ったの、あ瀬川さんボブはやんないんで、いややっ
わけじゃない。たまに短めのやつあげて、俺ショートも着れるんで、ちょっと出しながら。めちゃくちゃ分かる。ウルフしてたけど、やっぱ若い大学生とかの女の子ってやっぱ飽き性なんで、すぐボブにしたりとかってなった時にやっぱインスタでボブとか調べて、やっぱこういろんなところに行きがちなんですけど、やっぱそのなんだろうな、こうリピートのさせ方っていうか、信頼させてもらえるように意識してることってなんかあったら、ウルフ以外も着れるんですよっていうところ。あの僕は載せてないんですけども、でもなんかお客様とかにはそういう話をしたりとかして、あの全然スタイル変えたくなったら言ってくださいねっていう風に、むしろなんか僕はウルフ以外を頼まれた方が嬉しいって思って、なんか確かになので、そういったことはこう口頭で伝えたりとかして、そういう風にして長く付き合っていきたいなっていう風に思ってますね。ウルフでずっと押していくのか、なんかウルフを派生させるのかとか、なんかそういった美容師としての将来像としてはデザインをどういうふうに考えてますか？難しいな。やっぱ何でも上手い人にはやっぱなりたいんで、そうですね。まあ今後やっぱそのウルフ以外のスタイルもどんどん上げてって、なんかなんだあいつ何でもできんじゃんっていう美容師にはなっていきたいですけどね。なかなかやっぱ今インスタグラムの時代なんで、それ以外のスタイルをこう上げることに対して若干やっぱ抵抗はあるので、そうですね、まああとは時代によって、まあ、今レイヤーが来てて、はい、また多分戻ってくると思うので、そこに対応できるようにはしていきたいんですけど、なんかめっちゃそれこそ考えてたんですけど、ずっともう髪型なくないっていう確かに顔周りだけのディスコネでヒュッて感じとか、今まではやってる人とか全然いなかったですけど、多分ウルフが流行ったから、あここだけでもやってやってのでやって、でもまあもともと全部ハイレイヤーでつなぐっていうのはもともとあるし、なんかこれ以上髪型なくないってだからこっからどう派生させるかって言われると分かんないです。あマジで面白くないですよ僕の今僕が原宿 の, そのブームボックスってサロンなんですけど、そこを立ち上げたのが一個下の後輩で、その彼みたいに、まあ、ちょっと、まあ、独立っていうのは考えてはいるんですけど、まあ、まずは勉強してからじゃないと全然そんなことも言ってられないので、まずはまあお客様をたくさんつけながらそういうことも勉強しつつ、まあ、30ぐらいにはやっぱ一つのお店を持てるぐらいにはなっていきたいなと思ってますけど、まだそこまでちょっとビジョン見えてないですね。サロンワーク楽しんで、はい、って感じです。一山本光大としてはなんかいろんな仕事したいなって思ってるので、美容師だけじゃなくてなんかもっと違う人生もあるかなとか思いながら、そこはまだ模索してるとこなんですけど、美容師以外のことも、まあ、趣味美容師って言えるくらいの働き方っていうか仕事の仕方にしていきたいなとは思ってますね。僕は、まあ、今後のビジョンとしてはやっぱりこの地方の美容師さんのレベルを上げていきたいなっていうふうに考えてて、やっぱりこうインスタとかで地方のお客さんって東京の美容師さんのアップしてるやつってもう目に入ってくるじゃないですか、まあ、そういった時にやっぱそれを持って近所の美容室行ったけどならないっていうのはもう現状なので、それがやっぱり家の近くで誰が切っても上手になるっていう風になったら一番理想的な形かなって思うんですね。わざわざ交通費とか時間とかかけて来なくても良くなるっていう風になるんで、なのでまあこれはウルフとかに関わらずなんですけども、地方の美容師さんのレベルを上げられるようなお手伝いというか、まあ、コンサルだったりとか FC 展開だったりとか、まあ、そういったので、まあ、将来的には僕はそういった感じの地方レベルを上げていくっていうような手助けをしていきたいなっていうふうに考えてます。